はい、勝手にスラボの中島です。カメラが田中です。では今週分の質問いきたいと思います。はい、では一つ目の質問です。サーブの威力があまりないので深いところやコースを狙って打ちますが、力のある男性にはリターンを強打されてしまいポイントを落としてしまうことが多いです。そういう相手と戦うときどうすればポイントを取れるかアドバイスください。はい、まあセカンドサーブ叩かれるっていうのは、おそらくレベルが上がっていくと行けば行くほど、叩いてくると思います。それは、相手リターン側からするとチャンスなのでそこはしっかり攻撃してくるかと思うんですが、意識してほしいことは、リターンを叩いてくるっていうのは、当たり前のことだと思ってください。で、どれだけ頑張って叩かれないようなサーブをしても上手くなればやっぱり叩いていきます。プロでもそうです。錦織のサーブをフェデラーが叩いていくように、レベルが上がっていってもやっぱ叩かれるものは叩かれます。なんで、基本的に考え方をちょっと変えてもらうといいかなと思います。叩かれないようにするではなくて叩かれても大丈夫なように準備するっていうふうなことをしていただくのがいいかと思うのが一つと、もう一つが的を絞らせないようなサーブが大事かなというふうに思います。的を絞られると、当然、狙い撃ちされるので、サーブを散らしてみるとか速度を変えてみるとかっていうことをしていただければいいかなと思います。はい、では続いての質問です。ダブルスでサインプレーに挑戦してみたいのですが、うまいペアはどんな取り決めをしているのか知りたいです。またあらかじめペアと共有することで効果的な戦略はありますか。サインプレーなんですが、およそ、ダブルスでは、サーバーが決めることが多いです。で、まあ、サーブをどこに打つかを言ってそれに対してコーチに出るか出ないかとか、サーブをどこどこに入れてくれとか、その後の動きなんかを、サインプレーでするんですけれども、ざっくり言うとこんな感じです。で、レベルが上がってくるといろんなサインプレーだったりフォーメーションだったりが出てくるんですが、ダブルスで意識してほしいことはやっぱりお互いペア同士の自分の長所っていうのを共有することがすごく大事です。ペアの長所と自分の長所をうまく、組み合わせてプレーすることができるのがダブルスです。シングルだとそれができません。自分の中の長所しかないものが、ダブルスになってくると自分の長所プラスペアの長所だったりをうまく、組み合わせてプレーができるので、そういったところを考えてプレーすると幅が広がるんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いての質問です。IMG での体験談や特徴的な練習方法があれば知りたいです。はい、まあ、IMG アカデミーに行ったのはもう12年前ぐらいですかね、になるんで、まあ、なかなか、まあ、今とは違っているところも多いと思うんですが、特徴的というよりもやっぱ日本との違いっていうところを考えたときに、日本ってどっちかというとレッスンって受け身なんですね。レッスンを受けに行く、受けに行くとコーチが何かを教えてくれるっていう考え方なんですが、向こうはどっちかというと能動的です。自分たちから、何かを教わりに行く、自分たちが上手くなる強くなるために行くっていった形なんで、レッスンではなくて練習っていった感覚っていうのが強かったイメージがあります。なので皆さんもしっかりと自分から今日は何のためにコートに来たのか、何を意識してプレーするのかというのを意識しながら、普段から、コートに踏まえたらいいかなと思います。はい、今週の、質問の答えはこれぐらいにしておきます。また、来週も同じような形で、質問を受け付けているので、どんどん、質問してきてください。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。詳しくはドクターテニスラボで検索。チャンネル登録もよろしくお願いします。